シアトルの本店に来ました。シアトルはコストコの本社がある場所で、いわばこのシアトル店がコストコの本拠地になっています。今後ろに映っているのがカークランドシグニチャーブランド、シグニチャーブランドといって、コストコのプライベートブランドなんですけど、例えばプロテインバーがあったり、オリーブオイルがあったり、いろんな食品が並んでいるんですけど、これ以外にも今画面の後ろの方に、テレビであったり日用品であったり、例えば宝石みたいなものまであって、やはりいろんなありとあらゆるものが倉庫のように積み上がって売られています。ここはコストコのお店の中にあるベーカリーです。コストコのイメージっていうと、たくさん入ったパンとか大きいお肉とかがあって多いイメージがあると思うんですけど、コストコのパンはお店の中で焼いてます。パン以外にもこういうケーキなんかも売ってて、ケーキ2ポンドのケーキです。 900g、 ものすごい大きい。ケーキ以外にもパイとかマフィンとかクッキーとかもファミリーサイズ、パーティーサイズで売ってます。あとはこのパンは36個入り、36パン、これは4ポンドのビーフです。もう厚さがどれぐらいだろう、厚さ3センチぐらいあるんじゃないですかね。もう僕の手より大きいようなのが3つ入ってます。よいしょ。シアトルで海産物といえばサーモンですけど、コストコでもサーモンいろんな種類がある。これはワイルドコーチのサーモンで、価格入って30ドル。これ以外にも何種類かサーモンがあったり、日本人の好きなマグロとか、あとはインダラなんかもあります。なかなか普通のスーパーだとインダラ見ないので、今やっぱり冬場で煮物とか美味しいですし、ちょうど季節でいいんじゃないでしょうか。買い物が終わって出口から出てきました。今日は僕5ドルのチキンを買いました。今日は僕はこれだけしか買ってないんですけど、この他にも野菜とかお肉とかたくさんあったので、ぜひ車で来てたくさん買い物をしてみると楽しいんじゃないかなと思います。